さあ、では運命の後半戦開始です。後半戦がスタートしました。もうなってる。なったなった。ここウェンブリースタジアムでは席を立っていた観客が席に戻り始めています。そっか、英国は地元なの、ね、そう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 、地元でのプレーだからああ早くも失点しました。うまくあれ、ロビン・ファンデルシうまく圧力をかけて前で取りたいんだけど、激しくぶつかっています。おお、審判はフリーキックの判定です。うん、こっちボール。ああああくそ、いやもうこっからラヒーム・スターリング、おーい、こっから決めまくるわ。お、スナイデルです。今のは反則ではなかった。ギリギリこらえてたらしい。ギリ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 反則ではなかった。ルーニー。あーやーばいな。ボールがよく転がっています。ボールコット。おー。うわー、決まったー、決めた。これでだいぶいい勝負になってんじゃないかな。あー。マジかー。よしよしよし。うまく回したわ。いやー、削り取るのは危ないなーと思って。あそこで反則になるとね、ちょっと隙間ができちゃって。落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。いやー、もうちょっと詰めるべきですね。よし。いいぞー。これ後半も、交代も視野に入れつつ。交代？うん、選手交代。そうそうそう。確か3人変えられる。キャリック。うまく球を回してね、隙間を見つけたいところなんですけど。ゴールへのイメージが共有できる。おー、なんでさっきから止まります。オフサイドの判定。今のちょっと選手ひどくないですか？右、左側の、左翼の選手。英国の？英国の。誰かがよくわかんない。選手名を見る余裕がない。うん、選手名を見らんないんだから、番号なんてなおさら見れる。番号って、まあ、出ていいんですよ。左にうっすらと揃いました。中はどうだ。 おあー、そっちやねえんだよ。あー、強いか。あー、取れないか。よしよしよし。保持して、保持して。保持？保持して。保持者奪い取る。あー、オッケーオッケーオッケー。ボールを渡してしまいました。で、右に隙間ができたからここに回すと。中を、やばいぞ。よし、おーい、取れ。あーくそ、宇宙か。得意の形ですからね。フリーで出すから危ないですよ。しっかり取りたいな。後半ちょっと攻められてるぞ。ちょっとなんか、ボール回しの精度悪くなくないですか？悪くないですか？なんかね、一回蹴り出した次の球が拾えずにいる。なんて言うんだろう。二つ目ボールってやつ。おい。あーあーダメだもん。二つ目玉ね。松木さんがよく言う、拾いたいですねって言われる。ラヒーム・スターリング。さあ、スタジアムのテンションが上がります。そんなに松木さん言ってた。言わないっけ。ここは拾いたいですよ。ああ、チル。クラース・ヤン・フンテラー。だいたいこいつ一人になるな。これはコレスしがちだよ。メンフィス・デパイ。よしよしよし。外側に行こう。そろそろ。おお、これは後期ですよ。ああ、もう後期を取る。よーし。ナイスボンバー。ん？ああ今のは何が言いたくてかもよくわかんないし。なんかどう失敗多いな。何をどう間違えたこっから点取るわ。シュートに行けるか。ああナイス。ナイスって言った。はい。いや、でも、だいぶ、こっちが有利な。うん、だと思うな。狙いは悪くないようでしたが、こっから2点くらい取れば、全然こっちがまだ。え、それは何、何え、実質的に2点取るってこと？そう。弾を。試合内で弾を箱に入れる。イングランド。そしたらだって、だいぶ入るから。そう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 。そんなに差ついてるか？
え、あ違う。よし。角蹴り、角蹴り。まあ、でも、そこまで怖くないのか、レンジは。特性高いし。ここから、おい油断だよ、油断。油断だよ、油断。いやー。だぜ。多いが遅れたね。多い？多い、多い、多い、なんて言えばいいんだろう。多いね。多いが、うん。多い、ていうか、いたんだけどね、つく人。つく人いたんだけど、完全に競り負けてる。ね、身長の高さで攻めて。よーし、よしよしよし。あーね。ゆっくり来い。まだ時間はあるよ。かこの試合内で決着つかないし。主審はボールキックを指示しています。まあね、ここはね、やっぱね、ちょっと守ることをずっとやるっていうのは、ね、僕の主義に合わないので、攻めると。攻める集球。攻める集球。攻め集球をする。そんな略し方はない。おい、よし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 。あ、なんか一人でぶっ倒れてるぞ。パスの先にはルーニーです。よしよしよし。ブルーのルーニー。結構強くなってる。ちょっと、抜いてみようかな。やめとこう。絡んだのはスナイデル。面白い。面白い、そうか。あ、これ実況が一番 NG。実況が一番負ける。禁止言葉を言ってるよね。うん。あー、ちょっと違ったなぁ。これ、いい攻めできるんじゃない？ヘオ・ウォルコット。大丈夫。あー、ダメか。いい組み立てだったんですが、積み取る。ボールを奪われましたね。あー、おー。じゃあ、高い圧迫を仕掛ける。すげえ嫌だな、高い圧迫。ルーニーがプレーに絡んでくる。こうやってね、横攻撃をずっと続けていれば、ここで、あ、時間稼ぎではなく。でも、ここで攻めた。危ねえ。しょーでロングシュートを狙っていきましたが、これはミスになりました。この距離は、あ、もう時間がないな。お、なんか、相手側あれ怪我するよ。誰だっけ、あ、こいつか。さっきのやつかな、じゃあ。おぉ、このボールは重要です。どこで変えるの？ね。違う違う。このボタン。あ、これだって。これ？うん。あ、それ俺だわ。いや、でも、帰れる。どうしよっかなぁ。こいつ何番かが分かんないから、何番とか言えないな。この人。この人。この人変えまーす。でも、中盤もちょっと補強しておきます。どっちの人がいいかなぁ。どっちでもいいや。まあでも、攻めはこんなんでいいなぁ。せっかく入れたから、サブじゃない。使ってあげるか。でもなぁ。よし、中盤ちょっと補強しておきます。いやもう、全員変えるでしょ。?3 人？うん。だってもう、あと10分。あんまり前線変える選手いないんだよな。この3、2人に渡す。3人に渡す。大きなチャンスです。なんとしても生かしたい。はい、ここで。サポーターも湧いています。二人と三人行こう。ここでゴールを決められれば、どっちを変えられます。ん？あなた玉か。うん、僕玉です。我玉かと思った。これはどっちも。あれ？さっきまで使ってたのに。流暢に使っていたのに。なんかもうあれね、一瞬すって気が抜ける時があるんだよ。あーれ、何がしたい？いや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 。あっちゃーじゃねえよ。なあ、距離だいぶあったしな。今のだって、味方へ渡しだったんだよ。じっくりと出しどころ。味方へ渡しですか。じゃあもう選手の責任ですかね。ちょっと、これが長く押しすぎた感はある。ああ、そこ取ってよ。急げ、お前ら。ブンテラー。ああ、今のは今のは。いや、ボコって落としたぜ。神殿寺荒れてきたな。
でもな、敵地だから何も言えないよ。あ、確かにね。おー、ありがとう。果たしてこれか。ラヒーム・スターリング。あれ、ちょっと待って、ちょっと。簡単間違いやめろよ。ああ戻されたー。もうこっちの、おい投げ玉が、ああもう、おー、ちょ、あれハンドですね。ハンド。ああ、なんか下の枠がないなーと思ったら、確かに。取れる。ああ、後半になってからいいの取ってるよな。ダメだな。なんか、いや、もう圧倒的に、勝ってますよ。だと思うよね。あと1点くらい決めたいな。もうここであと1点。あー、ダメだ、だ多分貯金があるから。結構うまく止めたと思ったんだけどな。いいね、もう、いやー、いいところに転がりました。嘘だー。これで同点となりました。まだ。次のゴールはどちらのゴールとなるでしょうか。時間が許すかとですね。しないしときでしょ。しないしときを回収してる時間だから。ああ、早い。はい、終わりました。あ、もう喋っていいのか。延長はちょっと大変だから引き分けにします。あ、そっか、延長がある可能性が。いや、でもなんかもういいんじゃない。勝敗はついている、勝敗はこれでついてるのかなと思いつつも、実はいや、でもそんなことはないと思うよ。なんかもう後半になってからどんどん行っちゃってたもん。前半結構言ってたから。そう。前半の貯金ほとんどないんだろうな。ということで、2対2の引き分けで、支配率はイングランドの方が若干上だったんですけど、まあ本当にね、ひたすらボールを奪われてタックルの数とかすごいし。28対5。それイングランドの方が多いんじゃないの？うん、俺の方が多かった。タックルは。そう。ひたすらプレスかけて。高い圧力ばっかり。高い圧力ってめっちゃ嫌なんだけど。高圧。そう。高圧的なサッカー。高圧的な周期をする。はい。ということで、今から集計しています。さあ、どちらが勝ったんでしょうか。集計が終わりました。はい、まあね、もう皆さん、結果気づいてると思うんですけど。では発表していきます。はい、まず、僕、フォルスの得点。監督の言い間違いの得点が8点。ゴールの得点が6点。合計14点。おそして監督は、僕、フォルスの言い間違いが、なんと、20点。そんなに言ってたっけ。後半で OKOKOK って一回言ってて、で、ちょっとそれで点取られたらしいですね。はい、で、ゴールの得点が6点で、26点。結果は26対14で。ひどい。圧倒的な差で監督の勝利という、ダブルスコアことになりました。もう少しでダブルスコアだった。あと2点決められてた。ということで、まあ、初めてやった企画ですけど、まあ、面白くなったんじゃないかなと。はい、今度やるときは僕も、勝ちたいなと。どうやって勝つんだって話ですけど。あのね、外来語サッカーがやりたい。うん、外来語サッカー逆に、日本語を使ってはいけない。使ったらダメ。まあ、どこまで日本語を入れていいのかっていう話。いや、もう全部ダメです。全部ダメ。英語で喋ることも。英語実況になります。芸術初の英語実況。いや、別に外来語だったら何でもいいからね。そうか。ドイツ語喋ってもいいから。わかんねえよ、イハーブとかね。全然、はい。ということで、まあ、こういう企画も今後いろいろやっていければなと思いますし、ぜひとも皆さん見ている方もね、
こういうものやってほしいとか、うん、まあ、こういう試合を戦って、オランダ対オランダとかね。オランダ対オランダとかね。まあ、そういう意見がありましたら、どしどしコメントをいただければと思います。はい。また、最近は最近というか、今までは全然やってなかったんですけれども、チャンネル登録の方もしていただければなと。ステマやつよ。ステマでもないわ。ガンガンマーケティング。ガンガンマーケティングしていきたいなっていうことかな。サッカーに限らず、週刊ゲーム実況では、ね、他の、まあ、実況者の人たちの、人たちのっていうか僕らのチームの人たちの動画もいろいろありますし、まあ、退屈はさせない時間を過ごすことができるんじゃないかな、みたいな。飛行機みたいな。あ、テンションプリーズ。っていうことなので、快適な空の旅を皆さんにお届けできる。そう、まあ、そういう時間をお届けできるんじゃないかなと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。はい。では今回実況フォルスト監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。